3月24日からスウェーデンストックホルムで開催される世界フィギュアスケート選手権20212020年の世界選手権は新型コロナウイルスの影響で中止となったが今年は無観客にて行われる4年ぶりの世界王座奪還を狙うハニュー・ユズル選手2019年の世界選手権では ネイサン・チェン選手、アメリカとの壮絶な四回転バトルの末、銀メダルとなった。今回の世界選手権へ向けて、ハブ選手は自分がやるからには何か表現したいし、伝えたいメッセージとかいっぱいあると思うので、勝ちつつ、価値のあるものにしたいと意気込んだ。ここで化石になっちゃダメだな2020年12月の全日本選手権には、圧巻の演技で、 5年ぶり5回目の日本一に輝いた。ここまで来れてよかったです。やっと心から勝てたと言える演技ができましたと試合後に、ハブ選手は語っていた。やっと心から勝てたと思ったわけは、ハブ選手にとって今シーズンは長く、暗いトンネルの中にいたからだ。2019年12月の全日本選手権で、ハブ選手は初めて、 宇野昌磨選手に敗北し、2位に。それでも、何か試合で負けるたびに、君はレジェンドだからもういいんだよと言われるんですけど、それを言われるのも悔しいんですよね。ここで化石になっちゃダメだなって思っているんで時を引き締め、前を向いた。2ヶ月後の4大陸選手権で、ハブ選手は、ぴょんちゃん五輪を制した同じプログラム。 ショート、バラード第1番。フリー、生命に変更するという決断を下し、優勝を果たす。この時、ジュニアシニアの主要な国際大会、オリンピック、世界選手権、四大陸選手権、GP ファイナル、世界ジュニア選手権、ジュニア GP ファイナルをすべて制する。スーパースラムを男子で、 初めて達成した。もうやめようと思った、この勢いで世界一に挑むはずだったが、新型コロナウイルスの影響で2020年3月の世界選手権は中止になる。その後、コーチにも会えない状況の中、練習もままならない日々を送り、ハブ選手のモチベーションは低下していったという。 自分がやっていることが無駄に思える時期がすごくあって、一人だけ、ただただ暗闇の底に落ちていくような感覚があった時期も、なんかもう一人、嫌だって思ったんですよ。一人でやるの。もうやだ。疲れたなって。もうやめようと思ったんですけどそんな時、練習でふと演じたのが、松藤谷由美さん作曲のエキシビションナンバー。 春よ、恋だった。やっぱ、スケート好きだなって思ったんです。スケートじゃないと自分は感情を出せないなって。だったら、もうちょっと自分のためにわがまんまになって、皆さんのためじゃなくて、自分のためにも競技を続けてもいいのかなという気持ちになった時が、ちょっと前に踏み出せた時ですこうして迎えた二千二十年十二月の、 全日本選手権で、バブ選手は揺れる思いの中、出場を決断する。自分の演技を見て、別に何でもいいんですよ。何でもいいから、誰かの心に何か感情が灯る。何かの気持ちが灯る。きっかけになればいいかなと思います。全日本選手権のショートプログラムで首位に立ったハブ選手は、フリーでは、 生命の流れを受け継ぐ和のプログラムを初披露した。戦国武将、上杉謙信の戦いを描いた曲、天と地とで、聞き迫る演技を披露した、ハブ選手は、見事優勝を果たす。二日後のメダリストオンアイスで披露したのは、ハブ選手を再び立ち上がらせた、春よ。恋バッタ。世界フィギュアスケート選手権に向けて、勝ちつつ、 価値のあるものにしたいと語るハブ選手。ネイサン・チェン選手から王座を奪還できるか。注目が集まる。次のオーディオビデオでお会いしましょう。